タフツ大学はアメリカ合衆国マサチューセッツ州メドフォードにある私立大学。CBS ニュースによると2019年度の全米入学難易度では全米25位、合格率は14%である。1852年チャールズ・タフツがタフツカレッジを設立し丘の上の明かりを作りたいと言ってメドフォードにおいて標高が最も高かった。 ウォルナットヒルをキャンパス用地として寄付した。当初は万人救済主義協会との友好関係があったが、現在多仏大学は無宗派である。1954年に学校名は多仏大学と変更されたが、法人名は変更せず、多仏、カレッジ評議会のままである。1970年後半、フランス系アメリカ人であるジーン・メイヤーが学長に就任して、 以来、国際的に著名な研究大学として知られている。アカデミックスコアによる合格難易度ランキングは全米17位である。2015年度版 US ニュースワールドリポートによる総合ランキングは全米27位である。2010年の志願者は15,437人。2011年の志願者は17,130人に達した。 2011年の入学者の90%は、高校の成績が上位10%の生徒であった。2014年度は、志願者19074人のうち3288人が合格し、合格率は17.2%であった。合格した学生のサットスコアの中央値は、2040から2280、アクトの平均値は31であった。 キャンパスはメドフォード、サマービルとボストン、グラフトン、そしてフランスのタロワールの4箇所にある。6つの図書館の蔵書総数は1214,414冊である。また古典文献学のリソースサイトであるペルセウス電子図書館を提供している。タフツ大学のマスコットは象のジャンボ。1882年に サーカス工業主の PT バーナムが行った多大な寄付に敬意を払い、バーナムのサーカスの人気者であった像のジャンボを大学のマスコットとしたものである。ジャンボは死後白製にされてバーナムホールの地いに展示されていたが、ホールの火災により1974年に消失してしまった。現在ではジャンボに似せた石膏像が校舎中庭に置かれている。 タフツの運動競技選手たちにとり、ジャンボの剥製は幸運の源と考えられていた。大きな試合や試験の前などには、彼らは剥製の尻尾を引っ張ったり、牙の上に小銭を置いて幸運を願ったという。この尻尾は1942年に剥製の修繕が行われた際に交換され、以前のものは大学図書館の記録保管所に収蔵されている。 ジャンボの消失の翌日、白星のあったあたりの灰が集められ、ピーナッツバター瓶に入れられた。この瓶も、多仏、大学の運動コーチや選手たちにとり幸運のお守りになっており、王子愛の前に瓶を投げると勝つことができると信じられている。ありがとうございます。